見ろ、あそこだ。おいおい、今はまずいぞ。撃つからね。よし、集中。取引は成立だな。約束だよ。会社中に伝える？北条博士にも、タークスにも。ああ、もちろんな。もう少し、よく狙って。お前たちの答えか。いや、これは。なめるなよ、ドライヌども。バカ、ヒナを。襲撃者を見つけ出せ。襲撃者を捕まえろ。今のユフィだよね。多分。どうしよう。ここから離れよう。クラウド、ルーファースの野郎は逃げた。さあどうする。たった今クロマントを見た。港へ行くらしい。俺たちも行こう。警備がやばいぜ。強化された。変装でしばらくは行けるだろう。あんたたちは先に行ってくれ。俺は残って第7歩兵連隊を港から引き離す。一人で大丈夫？ああ、一人の方がやりやすい。隊長！港で会おう。お、うん。隊長、ご指示を。これは極秘情報だ。襲撃者はすでにアルジュノンに移動したらしい。俺はこの情報の伝令に回るから、お前たちは先行して捜索を始めてくれ。お言葉ですが隊長、襲撃者とその仲間は我々に紛れ込むため捕捉にも変装しているという情報があります。お一人では危険ですから、我々もお供します。ミッドガル第7歩兵連隊は一心同体です。いや、襲ってくるものがあればたとえ同じ兵装でも敵とみなして戦うしかありません。ああ、そうだな。信用できるのは仲間だけです。港へ降りるリフトまで伝令をして回ったら、アルジュノンに移動して襲撃者の捜索に合流する。ついてこい。イエスサー。
しない。隊長を援護するぞ。受けてな。沈めるて沈め、どうだ、当たれ。やっていく、狙い揺さぶっていく、アブリコの隙に、やっていく、攻めるぞ、やっていく、狙い、立てる相手だ。お前らが不審者だ。どうなるよ。シャッ。出番だ。当たれ！当たれ！どうだ？
何か聞いてないか。襲撃班はすでにアルジュノンに移動した。俺はその伝令。ご苦労様。Thank you.
しまう。届く。壊れた。出るなら言ってくれよ、マイフレンド。バイク隊にスカウトしたのに。残念。マイレディには振られたか。こいつらは観客だ。君と私はすでにレジェンドなんだ。離れてろ。はこの時をどれほど待ち望んでいたか。君も同じ気持ちだろう。さっさと終わらせよう。焦るなよ、マイフレンド。まずはミュージック。Thank you.
ッチ。死ぬ。これだ。声が聞こえないな。ステージは演者と観客が一体となって作り上げるもの。そうだろう、マイフレンド。早くなったじゃないか、マイフレンド。次は誰だ？そんな無粋な真似はさせないさ、マイフレンドに来る。ここまで来るのにかなり苦労したみたいだ。身を挺して隊長を守るなんていい部下じゃないか。そんな隊長思いのミッドガル第七歩兵連隊に捧げよう。受け取ってくれ。
お前たちはアルジュノンへ行ってくれ。説明してもらえないのでしょうか。さっきのバイクのやつか。あれは変なやつだ。見ればわかります。知りたいのは隊長が我々を追い払おうとする理由です。我々はそれほどまでに足手まといでしょうか。それとも隊長が襲撃者本人なのでしょうか。騙したことは謝る。すまなかった。申し訳ありません。冗談が過ぎました。襲撃者は若い女です。隊長ではありません。でも分かりました。隊長はとにかく何が何でも一人になりたい。お察しできず申し訳ありません。申し訳ありません。いや、気にするな。我々は隊長のリーダーシップの下で団結したパレードの高揚感が忘れられません。でもよく考えれば隊長とはお会いしたばかり。一つになれたというのは我々の一方的な思い込みだったのでしょう。そんなことはない。パレードは俺も楽しんだ。でも分かってくれたなら言ってくれ。俺は一人になりたい。またお会いできますよね。ああ、もちろん。大丈夫だよね。とにかく社長が無事でよかった。シンラに任せておけば。事件の犯人ってもう捕まったのか。クラウド無事だった。ああ、よし。そんじゃクロマントたちと一緒に船旅とシャレコンか。よし、次。チェックされてるね。どうする。後ろから乗り込もう。事件の犯人で信頼に任せておけば安心さ。君たちは何だ。俺たちはパレードで社長賞もらいました。ご褒美でコスタデルソルへ行けるんです。ルーファース社長がこの船に乗れって。何も聞いていないか。社長気まぐれですよね。後ろの連中もかね。お、いつの間に。船長、お客様同士が揉めています。仲裁お願いします。わがままな客が多くてね。二等室で頼むよ。お客様は裕福な方々が多い。失礼のないようにな。お前はサボってないで仕事しろ。了解。それから犬は戦争だ。分かった。よしよし。
ちょっと嘘でしょ、乗るって言ってんじゃん。あーもう最悪。潮風がしみるね。ミッドガルとは違う、いい風だ。私にはちょいと潮辛いね。私が探ってこよう。それからファズは、それっきり。今でも大きな人を見るとドキッとする。そっか、何でも聞くからね。さて次はいよいよ大事件。嘘、これ以上の事件があるの？それがそうなの。俺だ。初恋編はまた今度。見回りどうだった？クロマントは二等船室に集められてる。シンラの追っ手の気配はない。変装は終わりだな。そっか。じゃあ最後に敬礼。ご苦労様。おう、ルーファースの提案聞いたぜ。忍者娘がめちゃくちゃにしちまったが、正直俺はホッとしてるんだ。誰が社長だろうが、シンラはシンラ。取引なんかしたくねえ。連絡船第八シンラ丸へようこそ。船長のチトフです。本船はコスタデルソロへ向け順調に航行中です。短い船旅となりますが、どうぞおくつろぎください。なお船旅の余興としてクイーンズブラッドの大会を開催します。参加を希望されるお客様はこの後ラウンジにお集まりください。クイーンズブラッドの大会だって、行こう。
情がないか。開催までもう間もなくと迫りました。まだまだエントリーは受け付けております。見事優勝したお客様にはトロフィーと豪華賞品を贈呈いたします。カードをお持ちでない方もレンタルいたしますので、皆様ふるってご参加ください。あなたも出るんでしょ。どうかな。楽しみにしてるわ。クラウド、これ得意なんだよね。まあな。全力で来なさい。それじゃ、お先に。大会、楽しみだね。どうだろうな。そこは頑張ろう。優勝できる。でしょ？私の番みたい。行ってくるね。大会に参加するなら応援するぜ。出るのか。おーや、豪華商品だぜ。そうか。
なあ、着替えないの？これか？実は気に入っちまってよ。結構似合ってんだろ？海の男って感じでよ。受付が開いたぞ。ほっと。お前も参加するんだな。ああ、人間の娯楽は興味深い。では、エントリーしてくれ。誠に申し訳ございません。動物の大会への参加はご遠慮いただいております。なんだと。クイーンズブラッド大会では、お名前をお願いします。クラウドストライフ。クラウド様ですね。カードはお持ちですか？ああ、これにてエントリー完了です。それでは大会をお楽しみください。第八神羅丸恒例のクイーンズブラッド大会、今全てのカードバウターが揃いました。果たして栄光のトロフィーは誰の手に渡るのか。司会は船長のチトフでお送りいたします。皆様、大いに楽しんでいってください。まず一歩から運命を決める初戦の対戦相手を探しましょう。ここで各選手の試合状況をお伝えします。ロータンは第1ラウンド、レイジー選手強い、相当なやり手です。続いて第2ラウンド、チャードリー選手勝利。この勢いは凄まじいものがあります。バーレット選手敗北。自慢の勢いを潰され、そのまま撃沈です。そして第3ラウンド、アリア選手エレガントなステップで惑わします。マム選手イライラしております。なかなかやるじゃん。さらに第4ラウンド、フィファ選手手を緩めません。エアリス選手追い詰められています。以上、ここまでの対戦状況でした。各選手、もしかして試合が続いています。ファイト、まだまだ頑張れますよ。調子はどうだ？なるほど、そうきたか。うん、一番高級。今日の私は大手専門。戦況を分析するの？